皆さん、こんにちは。今日の動画はこちら。映画化が決定しているスラムダンクから、何人か聞き比べも取り入れつつ、当時の声優さんを紹介していきます。紹介できなかった声優さんは、概要欄に記載してます。それでは早速、見ていきましょう。まずは本作の主人公、桜木花道。声優さんは、草尾武さん。過去動画で、ドラゴンボールのトランクスと、ワンピースの講座を紹介しましたが、他にもこんなキャラを演じています。聞き比べてもらうのはイエスプリキュア5のココ。いやあ、これからはバスケットマン桜木と名乗ることにしよう。さらにルカーも叩きのめして、俺のバスケットマンぶりを見せればハルコさんもきっとジュース桜木っす。面白いと思ったり感動したりしたことは自然と覚えるものさ。2人目は本作のヒロイン、赤木春子。声優さんは平松亜希子さん。他にはこんなキャラを演じています。3人目は春子のお兄ちゃんで湘北バスケ部主将、赤木武典。声優さんは柳田清幸さん。他にはこんなキャラを演じています。4人目は湘北バスケ部の副キャプテン、メガネくんこと小暮君信。実はナレーションも同じ声優さんで、田中秀幸さん。名探偵コナンの工藤優作や、サザエさんのフグタマスオ。他にもこんなに有名なキャラを多数演じています。聞き比べてもらうのは、ワンピースのドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。こりゃしっかり練習させていけば、相当な選手になるかも。な、赤木。何が全国制覇だ！何が日本一だ！何が湘北を強くしてやるだ！夢見させるようなこと言うな。まさか空の道が途切れる。勝者だけが正義だ。5人目は花道とは犬猿の仲、宇川楓。陽南高校3年で副主将の池上良次も同じ声優さんで、緑川光さん。鬼滅の刃ではお堂の鬼を演じ、他にも紹介しきれないほど数多くのキャラを演じています。聞き比べてもらうのは、ドラゴンボール Z の人造人間16号。1年10組、ルカは楓だ。何人たりとも俺の眠りを妨げる奴は許さん。アメリカに行こうと思っています。もっと上手くなりたい。ただそれだけです。孫悟飯、正しいことのために、戦うことは罪ではない。精神を、光のまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。6人目は天才シューター、三井久志。安西先生、バスケがしたいですは有名なセリフですよね。他、陽南選手の声も担当していて、声優さんは沖谷亮太郎さん。地獄先生ヌーベイのヌエノメイスケや、テニスの王子様手塚国光、他にもこんなキャラを演じていて、聞き比べのキャラをどれにするか迷ったんですが、名探偵コナンから沖谷すばるにしてみました。それではどうぞ。安西先生、バスケしたいです。バスケが。俺を誰だと思ってんだバカ野郎、なめんな。俺は最後まで諦めない男、三井だ。命に変えてもお守りしますよ姫。君の領分じゃない。肉じゃがは甘く煮すぎるなよ。逃しはしない。7人目はマネージャーの綾子に惚れている宮城亮太。ドクター T も亮珍と同じ声優さんで、塩谷翼さん。他にはこんなキャラを演じています。ちなみに混同されやすいんですが、塩谷幸三さんはお兄さんで別キャラを担当しています。では両親とドクター T を聞き比べてみましょう。先生、先生、宮城亮太、ただいま戻りました。ご迷惑をおかけいたしました。花道、俺たちにはバスケがあるさ。久しぶり。相手や自分を危険から避けるためならいいが、それ以外でリングを掴んだりぶら下がって揺すったりした場合はテクニカルファールとなる。いや、ドクター T です。では続きをどうぞ。8人目はミッチーの不良仲間、堀田則夫。陵南高校2年の仙道明と同じ声優さんで、大塚芳忠さん。大塚さんも過去動画でジライヤや鱗滝左近次、アブトなど紹介しましたが、他にもたくさんのキャラを演じています。では堀田則夫と仙道明の声を聞き比べてみましょう。みっちゃん、本当はバスケ部に戻りたいんじゃ。いつだったかみっちゃん、あの海岸で。この野郎、何すんすか。
どうしたんだ、みっちゃん。ここは行かせねえ。桜木、俺を倒すつもりなら死ぬほど練習してこい。あのバカ力め。9人目は花道の親友水戸陽平。実は清田信長も同じ声優さんで、森川俊之さん。過去動画ではワンピースのはっちゃん、エネル、鬼滅の刃の産屋敷かがやなどを紹介しましたが、他にもたくさんのキャラを演じています。聞き比べは水戸陽平と清田をどうぞ。また取られたな。そっちには体育館しかないぜ。聞こえなかったようだな。あんたら一体。言っただろバカ野郎。雑魚はどいてろよ。アンドナンバーワンルーキー清田信長。冗談じゃないっすよマキさん。うちは去年全国ベスト4。今年はそれより上に行かなきゃ広島まで行く意味がねえ。10人目は桜木軍団の一人高宮のぞみ。他にも松陽高校3年長谷川和志、海南大附属高校武藤忠も同じ声優さんで、塩谷幸三さん。他にもこんなキャラを演じています。聞き比べてもらうのはドラゴンボール Z のグルド。よう花道。八つ当たりか。だがこの高宮のぞみ、そういつもいつも頭突きは食らわんぜ。くそー、0点だったくせに。おい、なんだよ、もうおしまいか花道。クルドフリーザ様に目をかけられたからといって我々と同等になったなどと思うなよ。11人目、桜木軍団の一人中古と野間中一郎。他にも三浦大高校3年バスケ部主将の村雨健吾と、松陽高校3年高野翔一と柔道部員が同じ声優さんで、三木本裕二さん。12人目、桜木軍団の一人大楠裕二。他に湘北2年塩崎哲史、湘北1年石井健太郎、海南2年のスリーポイントシューター陣総一郎、松陽高校3年長野充、三浦大高校高津博士も同じ声優さんで、林信俊さん兼神奈信俊さん。では大楠裕二と陣総一郎を聞き比べてみましょう。大楠裕二、どうした、エヴァンタか。にらむなよ、お前のためにやってやってるんだぞ。福田吉兆、中二の終わり頃入部してきたから、一緒にプレイしたのは数ヶ月なんだ。ただ猛烈な勢いで上達してた。13人目、湘北高校柔道部主将青田達彦。赤木とは小学校の時からのライバルであり親友。赤木の妹春子に好意を寄せています。声優さんは梅津秀幸さん。14人目、牧真一。他に三浦大監督も同じ声優さんで、江川久夫さん。他にもこんなキャラを演じています。聞き比べてもらうのはハイキュー鵜飼慶心。いいよあいつ、ますます燃えてきたぜ。確認しておくぞ、完全にバテてるが。それでも三井のスリーポイントは気をつけとけよ。信長、5番にもスリーポイントがあるかもしれん。手ずっぱりの田中、東根、沢村はもう限界を超えてるはずだ。なんてやつなんだ牛島若年。これが砂林太郎の速攻だ。15人目、陽南高校2年福田吉兆。他に明豊工業高校1年森重博士、柔道部員男子生徒役も演じていて、声優さんは石川秀夫さん。聞き比べてもらうのはナルトの内ハイたち。おい、ちょっとボール貸せ。え、俺の方が1個上だから、てめえがこいつってこい。よせ貴様、目的を見失うな。父さん、母さん、俺のことをずっと許さなくていい。お前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。